マリサとヨウムの一連卓勝コースをやっていくる。私とマリサの手にかかれば、どんなコースでも余裕でクリアしちゃうよ。ヨウム、残念だが私はそっち系の趣味は持ってないからな。マリサ何言ってるの？誰もそんな話してなかったのに。なのにいきなりそんなこと言うなんて、もしかして本当は私のこと？いやいやいや、変な誤解はやめてくれよ。私、マリサとなら、いいよ。すいません、お二人ともこっちに来ないでいただけませんか？いや誤解マジで誤解だ霊夢。マリサ、意外に積極的なんだね。だからヨウムもそういうことを言うんじゃない。できれば次からは動画を撮影していないところでお願いできますか？くるくるくるの動画は夕方に上げてるから、純粋な心の小さな子だって見てくれてるかもしれないんだからね。お二人の仲がいいのは別に構わないんだけど、その辺のことちゃんと理解してくれないと困るんで、霊夢にマジのトーンで怒られた。マリサ、私たちの関係はそんなことじゃ揺らがないから大丈夫だよ。いやだから別に何もなかったんだってば。すいません、実況ができないんで、血は喧嘩ならよそでやっていただけませんか？よしマリサ、あっち行こう。いやだ、私は行かないぞ。霊夢助け。ほらマリサ早く。マリサ、何か言うことは？視聴者の皆様、私のことは嫌いになっても、このチャンネルは嫌いにならないでください。ふう、お肌ツヤツヤ。ヨウムちゃんも、その辺にしておこうね。マリサ、ただマッサージしてあげただけなのに、大げさなんだよねまったく。いやーまさかヨウムがあんなにすごいテクニックを持ってるとは思わなかったんだぜ。あんな声出して、視聴者様が変な勘違いしちゃったらどうする気だったのまったく。本当に取り乱してお恥ずかしいところをお見せしてしまったんだぜ。見てくださってる視聴者さん、変な想像をしたあなたは、確実に心が汚れています。変態だね、変態だな。さて、中間取って次のエリアに進んでいくし、ここからは真面目に実況していこうか。土管の先は地下の洞窟エリアになっているんだな。そこの白ドクロは何かあるのかな？コインを取れるだけだったっぽいね。土管からマント出てきてるね。何回も出てくるようになってるっていうことは、この先でマントが必須になるのかもしれないな。はい、マント取るのに下りました。この時霊夢はまだ知らなかった。この先、もっともっと下ること。何か言った？いや別になんでもないんだぜ。ほら、どんどん進んでいこうよ。ここはあのブラパを足場にして扉に入ればいいんだよね。そこに矢印もあるし、ここはまだわかりやすくなっているな。トゲゾウはでっていう逆はいられなそうかな。もっと気合い入れろでっていう。すまん、俺にはこれが限界なんだぜ。あ、そういえば最近でっていうの声も作ったんだったな。マリサさん、メタ発言は控えめでお願いしますね。まだでっていうのキャラがしっかり固まっていないみたいだね。ちょうどマリオとヨッシーの一連卓勝コースってタイトルなんだし、ここでしっかりキャラ作れたらいいな。マリサとヨウムの一連卓勝コースじゃなかったっけ？霊夢、それはもう許してくれ。私はマリサとならまたいいけどね。あ、そうそうどなたか、俺ことヨッシーと、ウプ主の立ち絵を描いていただけませんか？ウプ主の画力は、Twitter フォローしていただいてる方ならわかると思うけど、ちょっとお見せできないレベルだもんな。あれは放送禁止レベルの下手さだよね。報酬は、マリオメーカーやってる方なら、その方のコースを数本動画にします。やられてない方も、ぜひお相談でお願いいたします。皆様、ぜひよろしくお願いいたします。そしてかなり具だったのでカット。かなり久しぶりに、見て時間切れになったな。マント急降下でブラパを倒しちゃったのが致命的でした。そこの炎で、ゴム兵を爆発させればよかったんだね。そうしたらうまく積み上がってくれて、やっとこの先に進めるようになるね。この音符の使い方、うまいよな。真似したくなっちゃうね。そしてなぜかグダループ主く降りてい。真似しちゃダメですよ。キノコ取れないかなと思ったけど、どうやらダメっぽいので諦めます。あ、中間あるならキノコ必要なかったね。
ようやく地上に戻ってこられたが、まだ続くのか？カットしちゃってるけど、タイムアップしてるのでもうお腹いっぱいです。まあ、あれはブラパを倒しちゃったウプ主の自業自得なんだけどね。砲台から出てきたのはまたマント。今度こそ、しっかり使い方確認しようね。そこのブロックをくるくるくるして、砲台を落とすのは間違いないね。一番上のブロック、結構やりにくいな。あのあと一発で落とせましたよ。もうそれに突っ込むのめんどくさくなってきたな。出てきたパタメットに乗って、上に上がっていくよ。おお、やっとゴールが見えてきたよ。クリア率は高かったのに、相当苦戦させられてしまったんだぜ。ヨウム、このコースはどうだった？面白かったよ。ただ、やり直し用の土管とかあると、神様の優しさを感じられたかな？それでは今日はここで終わります。次回は、あなたのコースにくるくるくる。